こんばんは。今日の、週刊フレーバーですね。本当は小型バイキンやろうか。止めてきていいですか。あ、はい、どうぞ。今、実はさっきまで焙煎機が動いてまして、あとわりましたね。音うるさいですもんね。実は小型焙煎機をやろうかと思っておったんですが、何かというと改造して、無駄になりました。はい、少々お待ちください。小型の焙煎機がありましてですね、でその改造をやったんですよ。でその改造した焙煎機を動かそうと思ったんでありますが、まだ試運転が、完成まで行ってないんだよね。なわけで、これはボツにしようということで、でボツにした以上は、何かをやらにゃいかんぞということで、ちょっと、この前ブリューワーズカップというのがありましてね。あ、知ってます？そのブリューワーズカップはですね、どういうことかっていうと、コーヒーをこう何杯かこうペグペッと出す、コンテストみたいなもんですね。でそのペペッとこう出すっちゅうのを松屋式って3分蒸らすじゃないですか。はい。でじゃあ正確に、じゃあ松屋式を効率よくやる前に、イベント用のコーヒーっちゅうのをこうちょっと試しにやったことあるんですけど、あれはもう完全にイベント用のお遊びなんで、そうじゃなくて正確に松屋式というのは、例えば粉を引いてセットするのに何秒かかっているか、つまりどういうことかというと、例えば5杯用のサーバーすらないですね、ここにはね。今日はね、段取りも減ったくれもね、本当にね、さっきまで動いてましてね、失礼しました。これが5杯使うのは儲かつですよ。だっていっぱいずつ出すんでしょ。ブリューワーズカップはね、その前に僕ちょっと興味があるのは、松屋式の、粉を引いている秒数とか、でセットする秒数とか、でも準備時間は準備時間で5分とかあるんでしょ。だからもう粉は引くところからじゃなくて、違うの。だから粉も引いてある状態じゃないのかなと思うんですけど、わかんない。準備時間5分って書いてあったよ。中にブリューワーズカップを検索してどこからどこなのか調べてる間に、中川さんがやってるとどれぐらい時間かかるんだろうって、そうね、とりあえず僕の考えではですね、一つ一つのこの項目、例えば、ペーパーをこう折る、折って、豆を入れる、例えば、豆を引いて豆を入れる、セットするまでに何秒かかるか、でお湯を差すのに何秒かかるか、で蒸らしは3分と決まってます。その後抽出に、大体1分半ぐらいかかりますよね。その後、お湯を、人数分まで伸ばします。とそれを一つ一つの部分を、何秒かかるかを正確に測定してですね、そうするとその3分の蒸らしの部分をどこまで重ねれるかを研究することをやれば、ブリューワーズカップにも、松屋式で参加できるんじゃないかと、いうふうに思うわけですよ。どうだ。もうそこまでやったんだったら参加してほしいですよね。いや全然。なんかさ、中川さんがブリューワーズカップに出るっていうドキュメント の郵送をやってほしい。あ、いいですね。それね。ブリューワーズカップは僕はもう今年は無理だと思う。どうなのか分からないけど、でもね、来年向けて参加する。正式でやってほしいですね。どっちみちですね、ブリューワーズカップに関しては、僕も、よくね、知ってますけど、ブリューワーズカップは、その辺の対策を松屋式チームとしては何でいいかと。松屋式チーム
チームなかった。知識をメジャーにしてほしいですね。そうそうそう。そう思ってですね、僕は、誰で出るんですか？いや、誰か出ないかな、みたいな。ということの、参考になるように。つまりブリュワーズカップを目指す、松屋式をやってる、あれじゃないですか、多分ね、ここのヨヨさんとかなんかブリュワーズカップ興味ありますよ、多分勝さんあたりも興味ある、勝さんはね出るね、もう出るの決まってますよ、ね、まあ多分出るかってことですよね。あーでもね、はい、確かね、はい、コーヒー屋さんとしての実務経験が2年とか3年とか、いや、勝さんは2年前からうちで働いてました。はい、大丈夫です。あれ新潟さん、まさかルールをちゃんと理解させてやろうとしている。あ、いた。あのね、実は言うと小型の焙煎機の改造をやってたんですよね、今日。言い訳ですね。うん、うん、そうですね。あ、ちなみに今日小型の焙煎機の何を改造していきましょう。趣旨とずれてる。はい、ですね、ちょっとお待ちください。それでは、小型の焙煎機、今回ですね、ちょっと待ってくださいね。すぐ移動します。はい、よろしいですか？ドアップですか？ドアップいきますか。ここ見えないんだよね、僕。ちゃんと映ってますよ。あ、映ってます、はい。これ小型の焙煎機、今までと同じなんですけど、どこを改造したかというと、この部分ですね、このカバーの部分の下にですね、もう一個カバーを入れたんですね。結局、うん、あ、見えますかね、自分が見えますかね。見えてますよ。見えてます。あ、見えてますか。自分ね、これはですね、何をやったかというと、あちらにあるですね、豚釜、フリーみたいなのがあって、あの豚釜の構造に似せてみました。で、この豚釜の構造に似せたような小型の焙煎機にしようということで、わざわざ空気だまりを作っていた部分をやめまして、直接ドラムのとこから空気を吸うように改良いたしました。もっと戻してください。はい、よいしょ。ぶつかるか。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。よいしょ。ということでですね、小型の焙煎機をやろうと思ったのですが、今日はですね、そっちはできないということで、今回はブリュワーズカップの、ルールもあんまり知ら、あ、出ます出ますカツさん。赤いから聞こえる豆楽さんの声はいい声ですね。あ、そうですか。素晴らしいですね。声しか褒めるとこないですからね。声しか褒めない。自分で言っちゃってるし。いや、そんなことないですよ。ね、まあいろいろあるしね。いろいろ内緒ですからね。あ、わかります。もう言いたくてしょうがないと思うんだよね。ポロッと言っちゃいそうだもん。今ね、僕わざとのつもりで言おうかと思ったけど、言うと怒られちゃうからやめた。はい、ダメですよ。はい。わかってます。はい。よいしょ。最初の必須が何？あるんですね、はい、必修とフリーみたいのがあって、はあ、必修は、はあ、もうとにかく3杯出すんですよ、用意された豆で。はい、確か。ほう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 。で、フリーの方の決勝とか行くと必修とフリーみたいのがあって、はい、そのフリーの方は、はあ、自分が、はあ、持ってきた豆、はあ、でプレゼンテーションしながらっていうのができる。それはやっぱり英語ですか？あ、知らないです。でもプレゼンの方が半分ぐらい意味をなすというか、なんていうんですか、あ、なるほどね。ウェイトとしてはプレゼンを頑張らないとっていうところはあるみたいですけどね、はいはい。じゃあ、プレゼンは今回はなしで、今からですね、正確な秒数をですね、キャサリンにはこのストップウォッチで、はい、秒数をすべて、細かく測っていただきます。はい、じゃあ
豆なんでもいいや、適当にいいことって、あ、それでいいや、はい、はい、豆を計量する時間ですよね。そこもだから引いたの用意するはずだと思うんだけどって言ってるじゃん。そこから行くの、計量から行くの、ブリワーズカップ関係ないし、中田さんが気になるあの喫茶店やる人は多分そこからスタートなんで、ブリワーズカップね、あれおかしいよ。だって準備からでしょ、準備は OK なんでしょ、関係なく5分間。喫茶店だったらさ、お客さん来たらすぐやるでしょ。でもそれルールだからさ、多分引き立て の, あの喫茶店ですよね多分、うん、ブリューワーズカップはおそらく、うん、もう喫茶店だとしたら、うん、もう何十個何百個とかもうセットして置いてある想定なんじゃないですか、うん、ああそういうことか、はい、お客さん来たらそれを使って入れ始める。あ、なるほどね、はい、分かんないよく分からんけど説得されちゃった今まあ、とりあえずですね、あの今日はあのフレーバー流ブリュワーズカップということにしましょう一応なんちゃってってつけてますからね。あ、なんちゃってそうですね、なんちゃってブリュワーズカップだから、はい、中川さん、はい、ルールが俺だって、そうですね、あの僕が勝手に判断してやりましょう。じゃあですね、まず、ピクチャーインピクチャーの方にしときましょうか。はい、だからまず、1個目にあれですね、豆の計量ですね。あ、もちろん英語ですよ。あ、英語なんだ。あ、ひろゆきさんもちろん英語だって。じゃあ1年間英語の勉強をしないといけないですね、中川さん。もうここでここを折れてるし、もう絶対ダメじゃん。まあいいでしょ。ちょっと豆楽さん、ちょっとカメラがですね下向きすぎてるんで、ちょっと上持ち上げてくれますか。これ、はい、上にこれを、これを、はい、ちょんちょん、うん、よいしょ、はい、すいませんね、もうちょい、もうちょい、ありがとうございます。頭が切れるの嫌なんだんで、はい、はい、はい、じゃあいきますよ、スタートしていいですか。はい、はい、50g 測りました。はい、まだいいよ。何飛んじゃったの。だって 50g 計量するところないんでしょ。いやいや、まだ豆引いてこっち入れようかと思った。じゃあもう一回いきますよ。どこまでですか。豆を入れるところまでをまずワン工程、ま、測って引いて乗せるとこまでがワン工程ね。はい、はい、もう一回ゼロからいきますよ。なんちゃってブリュワーズカップはフレーバー流なんで、あの正規のルールではないです。はい、何か文句でも。いや、計量は何秒、日々引くのは何秒とか言ってたから、全部細かくやるのかと思ってたんで。いいんです。はい、じゃあいきますよ。まず豆を測りますね。それで豆を引いてる最中にペーパーを セットして、はい、ここまで25秒です。あ、ここまでで25秒かかりましたか。はあ、これ結構かかるのだね、松屋式って。これ勉強になるわ。不利ですよこれ。ほいで、じゃあ穴を掘って、うん、これでお湯を差すまでの工程まででどうですか。ん、差し始め、差し終わりまで、差し終わりまで、はい、オッケーオッケー、分かった。差し終わり、終わり、差し終わりね。だってあんまり細かくしても意味ないし、はい、後で足し算するの大変だし。いい、はい、10秒単位がめんどくさいですよね。そうはい、じゃあ行くよ。まず穴を掘るよね。で、お湯をポットに入れて、
ヨヨさんが準備5分では無理じゃないですかってねえ、差し終わりまででしょ。差し終わりまでね、うん、はい。このね、ご配用だと大体30秒かかるんですよ、お湯を差し終わるまでね。あー、ひろゆきさんが書いてくれてますね。え、なんてて。必修サービスでは準備時間5分、競技時間7分で3人分別々に150から350ミリリットル入れます。松屋式ではかなり難しい。はい、そこまでね。あ、厳しいって書いてありますね。かなり厳しい。こわ、さすがです。多分調べたんだと思います。英語が喋れるから。あ、英語喋れるんですね。英語ができる。いや、日本人です。新潟なんて。差し終わりまでが57秒。57秒。穴を開けてお湯をポットに入れて、はい、差し終わるところまでが57秒。でここ今3分ですよね。測って、ここから3分測りますよね。ほんと今んとこ豆を計量してからここまででもう 何秒。1分22秒。ああ、これは危ないですね。ちょっと厳しいですね。あ、厳しいですね。1分22で3分待つので4分22ですよね、はい、これで4分22だよね。で今から1分半か使いますよね多分。何遊んでたの。遊んではいないです。いや、ゼロ戻してよ。じゃあゼロに戻そうと思ったんです。あ、はい、戻ります。だから今からカップも用意して、はい、あの豆楽さんにお渡ししますわ、うん、そこまでで、はい、どのぐらいかかるかをちょっと調べて細かくけんこうなんつうのどこの部分を3分間のとこに重ねれるかを検証しましょう。そうすればなんとか活路は見出せるかもしれない。え、単純に3つ器具並べといて、はい、カップももう並べてもう紙もセットして、うん、何豆を穴掘るところまで準備時間の5分でやれば、うん、それは自分で豆持ち込むんだったら古い豆持ってきゃ3分なしでガス。あ、なるほどね。いや、あの基本的にさ僕としてはこの豆計量してからのとこから行きたいね、うん、まあ、お店としてはそうです。そう、普通に店だったらそうでしょみたいな。あの喫茶店とかなんかこうペーパーとかなんかこうもう折ったるじゃないですか。あんなあんなズルしい、ね、なんかあれが好きじゃない、ね、ズルしてる感じ、ズルな感じしますもん ね、 ね、はい、だから僕としてはそれなしで、で例えばこれが今5杯分でまず数字を測って1杯分の方で測ってでなんとか7分の中に突っ込む方法を考えればいいわけでしょ。 ブリューワーズカップに出るためにはね、うん、あとは英語力だもん。英語力が一番大事。まあこれは3分ですね。でどこからまたどこまでを測ればいいですか。差し始めから半分まで、半分まで入れるとこまでで、とこまででいいですか。うん、であとはお湯で薄めるのと、うん、かき回して提供するとこっていう感じでどうですかね、うん、そんだけなら合計足し算できそうでしょ、うん、ね、いい。じゃあ行くよ。だから松屋式の唯一の有利な点は人数分の半分でやめることじゃんね。抽出時間が短い。短いってことじゃんね。そこしかないんで。そこしか有利なとこない。有利な点ないんだよね。あと粉で準備できるんであればあんまりメリットがない。引き始めから準備しなきゃいけないんだったら粗引きなんでちょっと早いから。そう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 、秒数稼げる。数秒ですけど。うん。
え、だって正解。中力は中細引きと比べてちょっと早いかなっていう。そう極荒なんで、うん、細かくいっちゃうと。そうですね。でもね、チャンピオンはもう引いたコーナーも使ってたし、はあ、こう3つね、ハリオのね、V60 を並べてやってたので、はあ、うん、まあそういう感じじゃないかな。全部引いたコーナーでやるの？引いたコーナーでやると思うよ。なんかそれ引くところからじゃないと思う。それは面白くない。面白くないって言ったら、じゃあだブリュワーズカップの方に文句引いて持ってっちゃダメなんですか？どうなんでしょうね。はい、ここまでしましょう。1分16。はい、1分16。よし、これならちょっとちょっと早いですね。はい、じゃあ今度ちょっと意識してます。だって UFO とかのちょっと意識してます。じゃあ次はお湯を入れて、おいで、まめらくさんにカップに入れて提供するまででいいですか？その区間をずっと測ればいいですか？はい、測ればいいです。はい、じゃあ行きますよ。このやつだと遅くなるんで、一度やつ使いましょう。ポーッとそんなに2つも持っていけないと思うんだけど、まず。え、大体。じゃあミルクピッチャーでも何でもいいじゃないですか。あ、はい、ドバッて入れるもん。はい、まあまあまあいいですよ。行きましょう。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、で薄めますね。で、かき回します。はい、21秒。はい、21秒で、はい、いただきます。はい、ミルに自動計量器をつけるとかそうなってくるとだんだんとちょっと趣旨が違ってくるような気するんですけど、機械作りに走っちゃうんで、多分ブリュワーズカップどうでもよくなってくるんで目がこだわっちゃうよサーバーをボンと置くと、もう粉がドサッと落ちるとかさ。あ、今ね、映らんかった。あ、映った。はい、いいです。はい、今ので合計何秒かかりました？今、計算しております。そうだよね。5分59秒。5分59秒。え、間違えてる私。いや、大体誰も分かんないから。分かんないです。分かんないですもん。5分59。ほんと5分59秒のうち3分間だけが空き時間があるってことだよね。こうすると、7分でとにかく、うん、あ、5分59ってことは6分ってことですね。6分だもんで、6分のうち 3分間の半分は蒸らしじゃないですか。半分蒸らしです。半分蒸らしで半分が動いてるわけじゃないですか、はい、ということは半分動いてるのと半分蒸らしがセットになれば2回分は一発でできるってこと？は？あ、違う。よく分かってない。いっぱい出し3つなんで、湿度もまだ短くなるし、はいはい、引いた粉を使うんであれば、そこを最初の25秒は省略できる、うん、あ、じゃあそっちからいくか。いけそうじゃないですか。なんか5杯で5分何秒でちょっと心折れたけど今そうだよね。いけるんじゃないですか。よし、分かった。じゃあ準備 してある手から、手でいっちゃうか。ペーパーまで入れていいですか？ペーパー OK？ OK なのかな。でも準備時間5分あったら、その5分で3つ用意して、3つ取っとくことは可能ですか？うん、できるでしょ。うん、うん、3つ作っちゃうよみたいな。あ、残念ながらサーバーがなかったね今。同じ大きさがなかったですね。いや、ふじょ、3つ作っちゃえばいいのみたいな。こうすると、どうやれば、ここで皆さん問題です。全体でいいですよ。ここで問題です。ここで、賢い皆様に問題です。僕はもう、答えはもうパーフェクトに分かってはいますが、これ、お湯をこう刺していきますよね。はあ、こう、蒸らしが入ります。はい、次の、サーバーに、お湯を差すタイミングはどのタイミングが一番賢いでしょうか。
つまり3分間蒸らしがあるわけですよね、うん、その3分間を効率よく使う方法は、うん、例えば1個目をこう立てますよね、立て始めます、わかりますでその次に、お湯を差すタイミングはどのタイミングが一番賢いかっていう、どうですか、あんまりわかんないね、だよね、だいたい僕わかんないもんねとりあえずいやあれさ今どうやって、もしかしてこの間みたいに2つでこういっぺんにやるのかと思ってさいやいやいや、やらないし、思ったんだけど、そうやるんですか、やらないし乗せると穴がやったじゃんね、役にポッと、あ、カツさんが乗せると穴が掘れる、穴掘り軸があったら便利かな便利ですね、うん、確かに、ほいじゃほいじゃこれ15g、まあブリューワーズカップの場合は、うん、量が多いので 20g 使っとこうか、うん、なんかで250、あ違う、あ、まあいいや、はい、何でもいいです、はい、ね、だから、何番でいきますか、7.5 で、7.5、60g ありゃいいんでしょ、だから今回はここまでセットしといても OK ってことでしょ、ね、OK なんですよ、 OK ですよね、ですよね、うん、あと思うけど、豆を引く、引いてあるはず、あ、じゃあ引いとこ、いい、うん、引いといて、引いとこ、うん、所詮なんちゃってブリューワーズカップだし、うん、いいんです、ただ実際に5分かかってるっちゅうのを分かってよかったね、約6分、そうですね、うん、人にコーヒー出そうと思うと6分かかるんだ、ですね、うん、いやこれは何、これはそこで測っていただ、20g ずつ測ってよ、え、私が、ああ自分でやりますそうだよね、うん、自分でやらんと意味ないよ、そうだよね、ブリューワーズカップだもんね、え、そうそうそう、どこと、ここからやるの、それとも計量しても乗れちゃうの、だってここ入れてるのはセーフなんでしょ、どこからやります、あ、2分後くらい、2分後くらいにやればいいのね、 OK バッチリです、2分後にやればいいのね、だけど2分後っちゅうことは、え、連続でできればいいんじゃないの、そうじゃなくて、いやだけどなんか、でもヨヨさんが言うとそれらしく感じるやっぱり信用した方がいいような気がする、うん、あ、多分ここでセットしてお湯を差すでしょ、はい、あと、2分後に、多分蒸らしがちょうどタイミングよく終わっていくんだと思う、あ、別に3分以上だから別にいいんじゃないですか、ヨヨさんごめんね、こういう人たちばっかだから申し訳ない、3分きっちりしようと思ったら多分そうなんでしょうけど、うん、はい、ただあの私来て3分以上なんで、あ、だよね、はい、3分から5分っちゅうもんね、はい、そうだそうだ、はい、5分だとすごいな、ほうじゃ結構なん全然入れてって、で3分経って最初のやつから、あ、順番にやってきゃいいってことでしょ、うん、なんだ、誰もルールをしっかりしてやらないのがいいか、知らずにやってるっていう、まあ本当になっちゃって、合ってるでしょって言われてもうーんってなっちゃう、結局その企画だけ立てて内容何もせずにやってるんで、ね、なんで分かった、なんで分かっちゃった、だってさっきまで焙煎してたし、だいたいそれが収穫フレーバーじゃないですかうん、まあね、企画だけのフレーバー、あのね、正確に言うとね、企画もなかった、うん、急遽、それ何か題名いるんで、はい、何か考えなきゃいけないですね、ですね、ピクチャーインピクチャーの方いきますか、一応今からそれでは今度は、7分で計量計測します、
うん、だって7分、一応ルールは7分なんで。7分なんで。じゃあそっち、例えば30秒ごとにこう、一応言います、言ってくださいね、はい、うん、じゃあいいですかね、こっからスタートすればいいんですね。じゃあ、スタートいきますよ。はい、じゃあスタート。だからここで多分1個目が終わったとこで3分スタートさせておいて、多分今30秒ぐらいでしょ。まだ20秒です。あ、じゃあ余裕じゃないですか。余裕ですね。長さんあとは英語だけですよ。 OK。 一番の難問かもしれないけどもう今35秒もう一応僕も英語はまあ堪能な方なんで、まあグッドだと思いますよ。今グッド考えたでしょまあね、英語ってルフ大柴みたいな、あれダメ、ルフ大柴みたいな歌はいいんですか、しなくて。あと大体用意してないし、今日用意して、あ、準備時間に豆を引くのは OK ですが、金枠に入れとくは NC だよダメなんだ、ダメなんだ。ちょっと後でプラスすれば、あ、じゃあ僕もう一回次の時にやろう、はい、ね、じゃあこの時にね、スピークしておればいいってことでしょ。うん、なんでスピークってそれルールを教えませんじゃん、あれスピークしておればいいでしょおればあ、キムさんこんにちはこんばんはすいません、さすがですね、ひろゆきさんね、多分英語のサイトで調べたんです ね、 この方ね、うん、英語が堪能なんで、はっきり書いてありませんがっていうところが迷いますね。出てもらえばいいね。あ、そうだよ。だ、英語喋れるんだ。英語喋れるんだもん。ルールも理解できるんだから。うん、そう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 。そうだよ。ただそうしよう、そうしよう。そうだよね。まあ唯一新潟から大変でしょうけど。とりあえずこう来て松江市教えてあげて。いや、もう大丈夫ですよ。あ、じゃあ、もう出るだけじゃないですか。あ、出るだけですよ。うん、はい、うん、あ、キムさんがマメラクさんもこんばんはと。マメラクさんもこんばんはだって。キムさんって僕の声知ってるんですか。はい、知ってます、知ってます。よくこんばんです。あ、よく知ってます。うん。僕声が有名なんですかね。あ、顔を出せばまた、それはそれで有名ですよ。いや、よくここでゲストにいましたからね。あ、こんばんはです。さっきまでね、僕ら英語で会話してたんですよ。あ、先生は三角語できます。そうですね。韓国語も。今3分経ちます。はい、はい、了解です。韓国語もちょっとやりましたね。あ、そうなんですか。はい、まあちょっと、パンさんとちょっと、こう、会話しましたからね。その時は英語語の方が多かったですかね。まあいいですけど。なんかそんなのありましたね。はい、じゃあ、いきますよ。今何分ですか。今3分22、23ぐらいですね。あ、なるほどね。だけど普通にやれそうな気するんだけどね、うん、今3分何秒でしょ、うん、だ1個あたり何秒使えばいい、パッと言ってもダメなんですね、コナン引いとくことはいいけど、引いとくことはいいと思うんですけど、いやでも私もわからないので、これはひろゆきさんに聞くしかないよね、うん、ちゃんとしてかかっちゃダメだったらもうスプーンで2杯でいい、うんうん、でいいと思います、うん、ペペってペペッと、だったら自動計量器をさダメ、勝さんだったらそれ作るよ多分、こうなんつうの、キャニスターからこうスプーンをこう取り出した瞬間に計量されているという装置とかさ多分作ってくると思うな、何でも作りますから、はい、そうですね、
あの実際にあのよくあの砂糖かなんかをさこう一振りで3グラムとかいう あります、ね、あったでしょ、はい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 、あれのあの一振りで、そうですよね、そう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 、はい、1回出すと10グラム出るみたいな、そう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 、それ作ればいいんじゃないの、ダメ、どこまで OK なんですかね、器具全部 OK なのかなあのルールはひろゆきさんに聞かないと分からないですよ、うん、多分英語でしか書かれてないですよ、うん、はい、日本語では書かれてないと思うので、でも今年あれでしょ、ブラーズカップかなんかの決勝戦で日本かなんかでやるんじゃなかったっけ、いや日本でやったって、だって英語で、だから今年日本初進出するんでしょ、ブラーズカップの、そだけど日本語はダメなんでしょ、ダメだと思うけど、だなんでこの間ルールもらったのは日本語だったような気がする、あ、そうなの、うん、ちゃんと書いてあったような気がしたけど、英語で喋ってくださいって、これっていうのは聞いてないけど、使用言語な何語何語何語とかさ、分からない、英語なのかな、やっぱりこれはやっぱり国際的な言葉は英語でしょう、英語でしょうね、うん、6分です、あ、6分か、うん、まあ、できんことはないんだけど、これやっぱ3分間の蒸らしの使い方だね、これは、うん、これでいいの、うん、ここまでだね、これで6分半、まあ、やれんことはないけど、これちょっとあとそのなんていうんですか、この豆をセットするだとかそういうのをどこまで準備段階でできるかによってこれひろゆきさんできるかできないかぐらいな感じじゃないですか、これひろゆきさんにこう問い合わせないかんですね、そうですね、はい、どうせ今やったので何がダメっていうそうですよね、どこがダメっていう、でこれ多分さ、これでサーバーから本当はこうカップに注いでってやるでしょ、はい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 、だからその最初の準備がどのくらいかによるのな、どこまで、うん、何、30分だけ英語、英語だけっていう意味、多分日本語禁止の放送ってどうですかって意味ですね、じゃあ和語だけの放送だから英語禁止の放送じゃないの、スピークとか使っちゃいけない、ああそういうことね、あー、だサーバーも使えないでしょ、あ、だからガラスの容器ガラス容器、ガラス容器、ガラスってどっちなの、ガラスは日本語でしょ、日本語なの、グラス、ガラスは日本語でしょ、あ、なんかルールの和訳を読んで来週再チャレンジ、次のサイト、ああもうさすがですね、さすがですね、だ現実にこの状態で今やると、うん、結構これ無理ですよね、7分だとやっぱ無理だと思いますよね、7分だとちょっと厳しいかもしれない、うん、だからこれをどう工夫したら7分でなんとかいけますかね、やっぱ古い豆使って蒸らし時間を短くする、あ、なるほど、古い豆でも大丈夫じゃないかね、でも必修のそんなにわかないでしょって、あ、必須の方は、必修っていうか必須みたいなやつは、うん、提供される豆でやらなきゃいけないんですよ、はいはいはい、で自分が持ち込めるのはフリーの時だけなので、はいはいはい、こうするとどのタイプが一番時間が短い、例えば土手を作るタイプって時間長いですか、コーヒー立てる土手で作るタイプって多分だから30秒ぐらいの蒸らしで、はい、土手残してってことですね、リズムよくこの間は入れてましたよ、こう、わかりました、土手でいきましょう、やっぱ松屋式いかん、土手で行っちゃおう、わかりました、土手行こう、え、金枠で土手、はい、だって金枠しか 3個とかないよハリオとかじゃないですか、ハリオないもん、そんだけ、あ、一応ひろゆきさん、あの土手で勝負します、うちは
え、でもここなのでって細かく弾くでしょ、はい、だからすごい3番で時間かかるじゃんね。いやだからうまくいかんかったら他の方法考えるもん。ああそう、入れ方を変えるってことじゃん。そうそうそう、ほらもうブリュワーズカップのためなら、ガラスはグラス英語、はい、ガラスは日本語でしょ。英語にするとグラス、だってガラスって漢字あるでしょ。漢字あるもんで、だからもう、うん、あ、だよね、だから英語にするとグラスですよね。 GLA、 そう、そうですね。あー、なるほどね、うん、そうだよね、ガラスは OK、 オッケーがダメ、オッケーがダメ、オッケーダメだね、了解。3番でいいですね。3番でいいです。30秒でやって、さてできるだろうか。これも、もう松屋式と同じように半分で進めよう。そうしないと。やってるのが多いので、はい、ブラシは長いんですけど、はい、中引きとかでやって、うん、抜けるの早いじゃないですか。はい、あ、やばい。ただ3分の1、うん、落として3分の2を湯でやってます。それのが早いかな。早いですね。ああ3分の1しか出さない。もう抽出時間えらい短いですよ。ああ、いいですね。はい、3分の1。はい、ね、だからあ、ここから行きます？あ、ひろゆき。どうします？ひろゆきさんが、ガラスはグラスの語源が漢字なんでしょうかね。ガラスって、英語なんですか？グラス…グラスがなまってガラス。グラスって違う違うっぽい。あのコーヒーやったら頭がいいですか。もう少し引いといた方がいいのかな。ちょっと待ってね。あのね、マガラさん、コーヒー屋がアホなのはこの二人だけだからね。みんな巻き込んじゃダメ。怒られました、ね、うん、賢い人間もおるんだから。本当にもう頼みますよ、本当に。あの、自分らがアホだからって、みんながアホだと思うのはやめよ。ダメなの？うん、ダメ。うん。同業者は同じ学歴じゃないからね。違う。うん。あの、コーヒー屋は全て石木高校出身とかいうのじゃないから。中卒とかじゃないですか？あ、中卒でもない。うん、どこから行きますか？こっから行きます。じゃあ 20g ずつ計量して中に入れるところかな。松屋って、あ、これ、ローマ字で書いても、松屋は、日本語です。はい、あの勝さん、あの身を張って、英語で書いても、ローマ字で書いても松屋は日本語ですよ。英語です。あ、ガラスもやっぱり英語らしいです。ガラスも英語なの？当て字か。当て字なんですか。なんだ。なんだ。じゃあなんていうの？え？ガラス製のものって。じゃあ日本語でなんて言うんだろう。ビードロって言ったんだっけ。違うよね。違う。僕の時代じゃビードロは一回も聞かないのでわかんないですけど。ですね。まあいいや。話がそれました。今から、ひろゆきさんの、言い分通り、言い分通りですね、あの計量の部分からスタートします、うん、ね、そうすればあれなのかな、金枠のセットからなのかな。え、ペーパー入れといちゃダメ、入れといちゃダメ、あ、入れといちゃダメなのかな。じゃあこういう状態であるとすればいいじゃん。折っとくことはいいんですかね。折っとくことセーフ、分かる。だったらこういうふうにして聞いちゃう。ピピピって金枠を乗せ、束の上に乗せて、じゃあタタタ、いいよ、バカなくらい乗せれるもん。こんなもんいいよ、金枠くらい乗せるもん。じゃあ行きますよ。ほいじゃあこれ別な部分スプーンでこう測ってもいいけどね。そう、でいいと思いますよ。20ぐらいいいよね。はい、じゃあ、多分これでひろゆきさん的には OK でしょ。これ持ってちゃダメ？いや、置いとけてって言うと置いとくけどさ、置くのがめんどくさかったんだよね。
あ、オランダ語のグラスが語源、ウィキペディアによればオランダ語のグラスが語源のようです、ガラスも。へえ。でもそれオランダ語なら別に英語じゃないもんね。語源でなったんだったら日本語じゃないですか今。ああ、和製英語みたいな感じ。あ、そうね。じゃあ日本語ですよね。あ、透明容器。キムさん、透明容器。おー、素晴らしい、うまい、うまい。うまいな。うまい、それはうまい。うん、ザフト1枚って感じ。いきますよ。残り10分しかありませんので。今日何やってたんだ。一回やって終わりですね。はい、じゃあ。はい。よー。いきますよ。スタートです。はい、じゃあ。まず、あれですね。金枠をセットしてペーパーをセットして、ここに、コーヒーを2杯。あ、いいじゃないですか、プレゼンみたいで。なんかいい感じですね。はい、あれですね、トゥースプーンは英語じゃないよね多分。違うよね多分。トゥースプーンは英語じゃないよね。スプーンが英語ですよね。トゥーが。スプーンは英語です。まあね。サジですね、サジ。で、フラットパウダー、オッケー。英語でやってますね。動画撮ってみれば。今何秒？ YouTube に載りました。YouTube じゃない。はい、今49秒です。で、いきます。今何秒？1分10秒。最初にどうにか、町屋式で3人分作って時間を計って、それにどうにか。あ、そうですね、来週考えます。ちょっと今それどころではないので。何も考えなさすぎですよね。豆楽さんにダメ出しされた。同類だと思ってたのに。僕らこの豆楽チャンネルの時、うん、ちょっと打ち合わせをしてるんですよ。あ、そうなんですか。マジっすか。はい、アースさんがうるさいので。はい、アースさんしっかりしてるもんね。はい、あのアースさんはどう、うん、カメラを持っていくから大事なので、うん、はい、そのために打ち合わせ必要ですからね。 あれって全部アースさんが撮ってるんですか。あ、そうです、そうです。はい、僕やんないですよ、全部お願いします。それがいいよ。それはね、やっぱりオペレーターいないと絶対厳しいですよ、うん、やりながら。うちなんかなしですから、もう本当にさっぱりわやですわ。ほんまこれ英語じゃないよね。今何秒？ 2分44秒。これのが早いのか。早いですよ。この土手のやつって、土手って英語で何ちゅうの？分からん。そもそも英語禁止ならコーヒーもダメ？コーヒーは日本語で何？黒豆？苦汁。苦汁。なんかまずそうですね。まずそうだね。はい。やだなそれ。うん。日本語だとなんて言うんだろう。なんて言うんですかね。そんなこと考えたこともないもんな。うん。コーヒーは別段そういうことを考えて生きてるわけではないので、はい。うん、これ結構余裕でいけるよこれ。これなら、うん、まだ3分45です。だから7分なのかもしれないですね。うん、松屋式なんていうことが世の中にはそんなに知られていない。その大会運営してる人は松屋式誰も知らないじゃないですか。あ、だと思うよ。松屋式ダメじゃんっていう風に多分ならないでしょ。確かに。そんなメジャーだったら多分一般の人もっとやってますよね。そうそうそう。だけどそんなメジャーだとさ、はい、僕らこれで
あの商売できんよ、ね、そこなんですよね、うん、メジャーになりすぎると、はい、なりすぎても困るんだよ ね、 困るんだよね。これあんまりメジャーじゃないもんで結構で、ね、やっぱあの重宝があるよりそう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 、はい、大体他の入れ方だと他の人もやるんで、はい、いっぱい出る人いるもんで、うん、そう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 、このぐらいでいけるんじゃない、うん、ね、もうこれはいいです、 OK ですね、はい、これでどうやったらかっこいい、こうやっちゃうかな、シャ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 ッとあんまりかっこよくない5分11。あ、これいけるわ、余裕ですね、余裕ですね、もう回しちゃうよ、ほら5分26、もう26秒もある、はいよっはいよって感じ で、 でもうこの辺で止めていいんですかね、はい、いいですよ、あ、5分34、これいけるね、余裕ですね、うん、うん、焙煎した豆の、抽出汁、うまみ汁、とては簡単に言うバンクですかね、あ、バンク、ああ聞いたことある、あのこうね、うん、あのバンクね、する時のバンク、うん、あれとてなんだ、トゥースプーンフルズオブが正しいんですかね、スプーン2杯は、え、真面目に考え、真面目に答えるとスプーン2杯は2スプーンフルーツオブ、例えばシュガーとかそんな感じなんですね、あーはははは、うん、あのローマ字じゃなくてカタカナしといてくれると僕普通に読んだけどに一般にはこの隙間あまり知られてないですよね、そうだと思います、うん、僕もそう思います、はい、マニアにメジャーなだけですよね、うん、あ、そうそうそう、はい、マニアだけだもんね、マニアには本のメジャーですよね、うんうん、はい、そんなこと言い始めるとさ、はい、このスペシャリティもね、はい、あのマニアにしか知られてないよ、そう、ね、一般の人知りませんからね、知らんもんね、なんかうちお客さんに言うとき、あ、高いコーヒー使ってますって、あ、いいね、はい、うん、そういうのあるね、はい、うん、とりあえずあの今日 の、 あのこの後また焙煎しなきゃいかんので、あのまた安全帯に買いましょう、今日のまとめなんですけど、はい、とりあえず松屋式は今の段階で、うん、3杯を、7分でやるっていうのはちょっと厳しかったです。あのね、結局その3分間の蒸らしをどう対処するかをもうちょっと戦略を練らないと、例えば3分をわざと、例えば1個目だけ2分にするとか、わざと、うんうんうん、どういうことかっていうと、結局は次から次への方は多分3分は経ってるんですよ。そういう気しません？うん、1個目をこう立てるじゃないですか、うん、で次の方へ行く順番にやってって、うんうんうん、最初の1個目が結局開くんですよ、うん、時間が、うん、まだ蒸らしが3分経ってないので、ただそこのとこをごまかせば、あとのやつは味の均一性のところではどうなんですかね。努力する。だって TDS 系とかで測られるんでしょ、頑張る、計測されるからこれが結局同じぐらいの値じゃないと、だから濃さを、溶解度が、だから濃さをよ同じにすればいいんでしょ、だから最初のやつだけを2分の蒸らしにしたら当然濃さが弱くなるんで、うんうん、人数分の半分よりもちょっと多めにしていいじゃん、どうせそのぐらいでいいって、その数字合わせってことですね、数字合わせるだけなら、うんうん、まあ訓練次第かもしれないよね、うん、その TDS なんとか系、うん、を持ってたらそれがやれたのにね、うん、残念、持ってないんですか、うん、ちょっと持ってない、皆さん交互期待、来週はありますよきっと、いやないんですか、あ、ちょっと買わないと思う、うん、という感じで、ですね、来週はそこら辺をちょっと研究して、あのひろゆきさんの、多分、和訳の情報が
あ、麻薬ルール？まずルールを把握しなきゃいけないですね。そうですね。はい、とりあえず土手はあバンクです。バンクです。バンクです。はい、だからバンカーズドリップみたいな的な。でもドリップって英語であんまりプアオーバーですよね。うん。はい。プアオーバー。のバンクスタイルって感じですね。あ、バンクスプアオーバー。バンクスプアオーバー。で、合ってんの？これひろゆきさんしかわからん、はい、じゃ あ, とりあえず、今回はですね、バンクスプアオーバーでは、ブリュワーズカップには参加できる。違うような気がする、それは。はい、違う、バンクスプアオーバーで土手がプアオーバーするみたいな感じになっちゃうない？なんかだから土手よりもプアオーバーだもんね、オーバーしちゃうんだよね。プアオーバー自体が動詞でしょ、多分。プアオーバーって違うのかな。まあいいや、バンクスプアオーバーね。そうですね、これが名詞なんで、誰かが言えばこれが名詞になるでしょ、うん、これ多分それで合ってるよね。うんうん、じゃあバンクス、うん、うんとは言いたくないな私。肝心のお味の方はあって、あ、お味の方、あ、マメラクさんいかがでした、はい、あ、お味の方、もうお味の方なんかどうでもよかったけどね、今今日はそこじゃないですもん、うん、はい、7分以内でやる。あ、 TDS は問題ないと思いますよ。 2.00 未満は失格って意味が分かる、値が焦げればいいってことですか、うん、焦げればいいみたいですね。そんだけ 1.15 か 1.35 じゃないんですかね。それは厳しくないってことなんですね、きっと。じゃあ 2% 以上あればいいってことですね。苦い、うん、はい、苦いでしょうね。TDS は問題ないな。これじゃもっと早く終われるってことじゃんね。薄くなきゃいいってことですか、ね、少なきゃいいって。もっともっと抽出量を減らしてもいいぐらいですよ、うん、これ、うんうん、多分僕もそう思う。そしたらもっと早くできるってことですよね。なんせ時計見ながらやってたもんね、これなら結構。このあれだよね、ちょっともうちょっと名前変えよ。バンクスプアオーバーってちょっとこれジャパニーズイングリッシュっぽいんだもん。あのひろゆきさん、なんかないですか、バンクスプアオーバー以外のこの英語ね。うん、なんかないですかね、うん、だから、コーヒーつけりゃいいんじゃない、コーヒーバンクスプアオーバー。全然かっこよくないと。優勝したら、あ、あ、そうですね、そうか、僕の英語がスタンダードに、うん、中川さんが優勝すれば、あ、もっとガリガリ OK みたいな。見るガリガリ OK ですね、そういえば、見るでいきますか、っていうのガリガリ OK でしたね、そういえば、はい、そんな感じで、まあ今日は毎週しなきゃいかもんね。もうここで終わりますけど、僕もそろそろ帰らなきゃ、とりあえず、来週はですね、真面目に、もうちょっと真面目にですね、なんだったっけ、ブリュワーズカップのちょっとルールを覚えといて、松屋式でなんとか なる方法をちょっと探ってみたいと思いますね。はい、はい、これで来週のネタが決まりましたね。という感じで、本日の、週刊フレーバー、もう3ヶ月前から決まっていた、あ、なんちゃってブリュワーズカップ終わりにしたいと思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。